はい、ダークソンです。ニュープ川発電所到着しました。なんかね、設備点検とかしてるみたいなんで人がいるんです、今日この発電所に。なので、この遠くから撮影したいなと思っております。このね、左側に川が流れてまして、こちらがニュープ川と言うんです。で、この川の上流の水を利用してですね、このように水力発電所があるんです。で、先ほど私ダクソンがビフカの道の駅に行った時に、まあ、このようにニュープ川発電所のカードを入手したので、まあ、直接ね、現地に来てみたんですよね。もうすでにね、運転開始100周年っていうから、まあ、改装はしてるんでしょうけど、100年の歴史のある水力発電所でございます。所在地が中川郡美深町阿座半径、これペン径っていうのかな、419番地の1、手塩川水系ペン径ニュープ川の水を利用しております。発電方式は流れ込み式水路式で、最大使用水量が毎秒 7.13 立方メートルだそうですね。有効落差が 32.42 メートル。あ、出た。最大出力、1930キロワットですね。まあ、水力発電って、あ、誰かいる。水力発電ってあんまりね、出力が高くないんですけど、水車型式で縦軸フランシス水車って言うんですね。で、使用開始が1920年の8月ということで、そうですわ。で、括弧1951年の12月に水車発電機が更新されたという感じですね。このね、当時の写真も出てるんで、かなり渋いですよね、この古い写真。1955年当時の写真はこんな感じで白黒で写ってますけど、目の前に見える発電所は非常に新しく見えております。はい、といった感じでね、こんな感じの現地調査の動画を作ってるダクソンでした。はい、ダクソンです。現場からは以上ですと言ったものの、またね、こちらに来てみましたね。これ何かの神様ですね。地震っていうのかな、水の神か地の神かわかんないんですけど、ここね、以前来ましたよね。レンガ造りの用水路。こちらの用水路も、ペンケニュープ川を利用した用水路なんです。で、今回はね、水が流れてないみたい。左側のトンネルは塞がれてますよね、レンガで。珍しい感じですよね。レンガ造りの用水路です。これさっきの発電所の動画とくっつけようかな。これね、灌漑用とね、防火用水で使ってるんですよ。あ、ここで溜めちゃってるんだ。灌漑の方に流してるのかな。左側の門の方に流してますよね。こっちがね、ニュープ川だ。なるほど。よし、帰るか。